すでに時を始め、多くの星々が散った。天下に一番近い男はラオウ。彼に逆らうのはもはやケンシロウのみだが、時代は流れ行く雲のごとく動き出す。沈黙を守っていたナント最後の生涯拒否。ケンシロウと結び ラオウと戦うことを選んだ。なんと最後の将を守護する五射星の軍勢がラオウの前に立ちはだかる。行く手を阻むものは全て粉砕するのみ。なんと六星最後の将を自ら討ち取るため、ラオウを率いる剣王軍は進撃する。 恐怖の暴挙星が近づく時、ナントの星は涙に濡れる。雲のジューザ、なぜ動いた？なぜ俺を止める？雲ゆえの気まぐれよ。第5話、なんとついに立つ。 神はこの俺と戦いたがっている。天を握るは北斗にあらず。天を平定するは我らがなんと六星拳最後の勝。そうか、ついに動き出したか。
雲ゆえに気まぐれでな。悪く思うなよ。我が将のため、ここから雲を、お前を守ろう。この時を待っていた。行くぞ。
戦むせるがいい。
近くまで来ている。1分1秒でも剣を食い止めろ。勢いが戻った。このまま押し込め。貴様らは北斗七星の脇に輝く星を見たことがあるか。勢いが戻った。このまま押し込め。ゲスな奴らよ。クセ者め、容赦はせぬぞ。貴様らは北斗七星の脇に輝く星を見たことがあるか。剣豪の進撃を止めろ。剣の神髄、焼き付けておくがいい。最後に望むのが我が将。墓場に放り込んでやるぜ。
バカ野郎。俺は雲。俺は俺の意志で動く。ジューザよ。ウヌの清潔な死が俺にショーの正体を悟らせてくれたわ。
ケンシロウ、このラオウを倒すことはできぬ。ラオウ、天に帰る時が来た。ケンシロウ、泣け。ユリアはこのラオウがもらってやるわ。どれほど強大になっていようとも、このラオウには勝てぬ。この天の覇者、剣王の前で赤子同然。何？陶器が流れている。この動きは陶器。おのれ、北斗豪将は。これは霊の剣。すでに奴の肉体は二度砕けていたはず。なんという悲しい目だ。まさかこれが北斗神拳究極奥義、無双転生。No!
敗北はありえされどお前には死あるのみ。Kenshiro様、危ない！Yeah!